こんにちは。 JKC の南智香です。今回は実際にアマチュア大会に出る状態で防具を全てつけてみてもらいました。それではお願いします。すごい完全装備ですね。さあ、まず J ブローではレベル別につける防具も変わってくるのですが、 B リーグと C リーグでは頭部を守るためにこのヘッドギアをつけます。これをつけていれば頭部への攻撃からかなり守られますね。そしてグローブは練習時スパーリングでも使用している16オンスグローブ。プロの試合では6オンスから10オンスのグローブが使用されていますが、アマチュアでは安全性を重視するため16オンスを使用しています。そして続いては膝当て。 J リーグでは首相撲や膝によるボディへの攻撃が認められていますが、膝当てがあれば安全性も守られます。最後にレガオス、爪当てです。これはかなりの必需品。プロでもエキシビションマッチなどでは使用することがあります。生ズレでの攻撃は相手も自分も痛いみたいです。さて皆様いかがでしたでしょうか。このようにアマチュア大会は本気でぶつかり合う中でも安全に行えるように考えられているんです。アマチュア大会はプロを目指す人だけでなく、日頃の練習の成果を披露する場として出場する意味もあります。 J グローには全く初めて試合に出場する人だけのリーグ、ビギナーズリーグというのもあるんですよね。あーでも残念、今回はお時間となってしまいました。ビギナーズリーグについては次回お話ししたいと思います。以上、南智香がお送りしました。バイバーイ。